橋口信介は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師。滋賀県出身、元 JRA 調教師橋口孝二郎の長男にあたる。幼少時は馬が短すぎて競馬に興味が持てなかったが、中学生時代に父の調教師成績が向上すると、学校にもトレセン関係者の指定が多かったこともあり、次第に関心を持つようになった。 中学3年時には、競馬学校の騎手課程を受験したが、視力が足らずに不合格となる。高校卒業後はアイルランドに渡り、リムリック大学馬学学科を卒業。帰国後、1999年10月に、JRA 競馬学校給務員課程に入学。2000年4月に、離島、池添金を休者の給務員となり、同年10月からは、調教助手となる。 2014年、何としても父の定年までに合格しなければという思いを原動力として2度目の挑戦で調教師試験に合格。開業前には各位活飛呼吸者で技術調教師として研鑽を積み、父の管理場であるワンオンリーのドバイ遠征にも帯同した。2015年3月1日、前月限りで定年を迎えた父の旧社を引き継ぎ、 立東トレーニングセンターに自身の旧舎を開業した。同月二日、阪神競馬場第7レースを見返るシ位で制し、初出走から2戦目で初勝利を挙げた。この勝利を含め、デビュー週には全3勝を挙げた。開業後は、父の旧舎とは会話も変え、状況方針も大きく異なるものとなっている。反路主体だった父に対し、 角ドババでの準備運動やコースでの追い切りを増やしている。また、担当馬だけではなく、旧車全員で、すべての馬を見るシステムになっている。2016年8月18日、グレースフルリープで、サマーチャンピオンを制し、開業後発の地方参戦で、交流重賞初制覇を飾った。2018年11月4日、京都競馬場で開催された JBC スプリントを、 グレースフルリープで制し、中央で初の重賞 G1 初制覇を果たした。2021年4月11日新潟第 4R をレディアリエスで勝利し、JRA 通算100勝を達成した。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は G1 級競争、橋口信介の年度別成績を参照。ありがとうございます。